アサヒスーパードライライブポップホークスは2010年から2013年まで毎年開催されていた日本プロ野球開発となるミニライブイベントアサヒビール株式会社が協賛している福岡県福岡市の福岡や福岡ドームで開催されるプロ野球福岡ソフトバンクホークス主催の公式戦のうちアサヒビールが協賛する数試合 アサヒスーパードライスペシャルの試合開始前に開催されていた。2010年に毎年恒例で行われるアサヒビールの共産試合、アサヒスーパードライスペシャル開催15周年を記念して初開催され、以後2013年まで毎年実施されていた。アサヒビールグループコープレートブランドステートメントである、その感動を分かち合う、をキーワードに、 ご来場いただいた皆様と野球はもちろんのこと音楽を通じ感動を分かち合います。思った落とし試合開始前に各試合1から3組のアーティストが出演しミニライブを行った。テーマソング、ジングルなどは出演アーティスト等から書き下ろしで提供されていた。ありがとうございます。